1900年に生まれ92年に亡くなった自学文章は、偉大な学賞で諸領域を横断する学際的な存在であります。晩年に自ら追求してきた仕事を総括して、一つは英文学を主軸とする外国文学の研究と翻訳、次の一つは書物の美的な並びに社会的機能の究明、残る一つは愛着から来る和紙への学問的な取り組みで、和紙学とでも名付くべきかと3分野に分類しています。ダンテの神曲の翻訳は第一の分野における大きな文学的業績でありますが、文学は私にとって思考や研究とだけ結びつくものではない。人生の他の諸々の事象と同様、行事でこそ意義を持つ、という言葉に、伺いますように、いずれの分野にせろ、机上の学問ではありませんでした。第二と第三の分野に密接に結び重なっていますが、今日も国際的に、高い声望を持つ口実三本の政策、戦時中に全国にわたり行われた紙漉きの現地調査、正倉院における和紙の検証作業に至るまで、まさに行事でこそ意義を持つ実践の連続でありました。寺に生まれた仏教徒でありましたが、世界宗教を把握し、宗教的真理を探求した人でもあります。本日のシンポジウムは、紙和紙をテーマにしているので、まず、儒学の和紙に関する業績を一別しておきたいと思います。ただ、先に言及したように、儒学の和紙論を理解するには、専門的な知識では到底及びません。学際的な知見が要請されるからであります。儒学が和紙の研究を志すようになったのは、朱子学的な探求に駆られた結果でありました。京都大学大学院に在学していた頃、儒学はロナルド・マッケンローの文学研究者のための朱子学入門を読み、雷に打たれたような衝撃を覚えました。そこには文学作品を本文テキストを決定するためには、一見無関係と思われる印刷の細部なども深く関係することが説かれていて、文献研究には出版に至るまで精密な考究が必要であることを知りました。また、ウォーターマークの重要性が説かれていたため、西洋の手すき紙の現物見本を収集し始めるところとなった次第です。書物の材料である紙について、儒学は、和紙の研究は朱子学から来た。私の場合、朱子学は科学としての学問のほかに、書物の工芸的な美しさも入るのです。ですから、書物が好きでいろいろやっているうちに、書物の一番大切な材料の紙にぶつかったのです、と自らも語っています。儒学文章が和紙の分野で貢献したのは、和紙の価値を検証し、和紙の文化史を追求し、和紙の保存運動に挺身したという3つの大きな業績に収れんできます。日本人の生活の隅々まで、浸透していた和紙を、用と美という価値観において説いたのは、儒学を講師とします。明治末期に入ってきた洋紙生産によって、手すき和紙の需要は著しく減少していきます。木材パルプを混入し、薬品で漂白された改良紙が従来あった和紙を一掃してしまったのです。改良紙が日本国中を席巻しようとしているとき、儒学は本来の材質を用いた、つまり、素材のありものままに生かした和紙の用と美を唱えたわけです。薄い和紙であっても、幾重にも何度も折りたたもうが切れることもなく、水に濡れても破けない強靭さが和紙にはあります。和紙の横破りという言葉は、儒学が好んだ言葉の一つであります。さらに、和紙には清浄さ、清楚な美しさがある、あります。このような用と美を兼ね備えた和紙が持つ価値を、儒学は誰よりも重視し、自らの美意識の理想を体現したものと考えたのであります。強い構造にプランを支える男性の有形さ、奇妙な細かく光沢のある眼皮三つ股に、女性の美徳、心の細やかさを見ると、儒学は語っています。和紙の歴史、文化論に関する儒学の業績は深く広大であります。1941年に発表された和紙風土記、日本の神、正倉院の神などの一連の論考は、すでに和紙のみならず文化論としても古典となっています。こうした成果は、儒学の独力でなされたものではなく、神武来ずるたちを会員とした和紙研究会などの研鑽があって、初めて結実したものでありました。儒学は和紙研究会で実証研究の重要性を痛感します。
例えば日本独自の流し着きを究明するのに、つなぎの部分であるトロロアオイ、乗り継ぎの粘性を解明するのに、高分子化学の知見が不可欠であったからであります。正倉院の和紙研究も和紙研究会が母体となって初めて可能となりました。1960年から3年間にわたり実施された正倉院の紙調査は、実証研究がいかに重要であるかを再認識させる場となり、儒学の日本の紙の知見は著しく広められ、また広められました。ここで忘れてならないのは、こうした和紙研究を着手した人々は、他に専門を持つ在野の研究者であったという事実であります。和紙試験場、製造会社、管理の機関などではなく、民間人の手によって緻密な和紙研究が進められたことは注目していいのではないでしょうか。儒学の居宅、皇室さんには膨大な和紙見本が保存されていました。全国の上山地から寄贈された和紙に加え、儒学自らが収集した和紙がありました。和紙の保存運動を展開する上で、紙すきの実態を調査するところから儒学のリサーチは始まったのです。日中戦争が泥沼化し、戦死者が激増し、農村が疲弊していく中、残存していた紙すき村を訪ね、紙すきの記録を書き留めました。それが名著、紙すき村旅日記であります。1937年7月、帝国学士院の推挙により、有栖川記念学士奨学金を受け、日本に残存する、手すき資料の歴史的地理的研究をテーマとした、妻静子とともに全国紙すき村調査旅行をしました。その記録が紙すき村旅日記ですが、当時の和紙文化史の一面を捉えた日本におけるフィードワークの走りでもありました。当時の紙すきの現状を記録しようとした媒体に日記を儒学が求めたのは特質に値します。儒学は生涯日記をつけ続けましたが、日記の持つ記録性を信じていたゆえでありました。その彼が日記記録者として模範としたのは17世紀の作家であり造園家であるジョン・イーブリンでありました。殉職を交えない客観的な記録を尊んだからであります。旅日記は儒学とその妻の手によって夫婦が協力して書かれていますが、夫が観察をした事柄を、妻がその日のうちに書き写すといった記録形態はどこから学び、得たものでしょうか。まずダートハンターの日本、朝鮮、中国の、紙すき巡礼の影響も考えられますが、私はもっと身近な文献に注目したいと思っています。1933年、儒学を尊敬する言語学者市川三喜春子夫妻は、欧米旅行をしてその記録を書き表しました。期間になるだけ広く観察するために、2つの目よりも4つの目、1つの目よ心よりも2つの心、どれだけ、どれもできるだけ大きく開くことを心がけ、妻同伴にて旅立った。自分は主としてベデカはその他の案内書を読んで、次の日の行程プログラムを作り、もっと有効に一日を費やすことを計画する。妻は宿に帰ってから一日中に見聞した事件を最大漏らさず書き記す。かくて満7ヶ月の間、日々見物に奮闘努力を続けた記録が本書である。と序文に謳われていますが、紙すき村旅日記の序文にも同じ言葉が書かれています。つまり、旅日記の記録的な形態は、欧米の隅々に追うところが大でありましょう。また旅日記はできるだけ客観的で科学的な記述を務めていますが、そうした科学的な視点はリサーチのオーガナイザーであった内閣統計局書記官であり民芸運動の同志であった水谷良一の労働統計論の寄与があります。それは労働統計の諸問題を取り上げ、最近の社会政策理論との関連において把握しようとするアプローチであります。水谷は農林省の副業参考資料を参考にして、手すき産地の 目星をつけ、リサーチ協力の依頼を出したのであります。旅日記には戦果が阿吽のように垂れ込めて、います。例えば1938年4月16日から30日まで、東北に紙すきの調査をしましたが、日本はほぼ4ヶ月前、南京を占拠し、大虐殺事件を起こしてしまい、
儒学が東北を歩いていた同時期に国家総動員法が公布され、そして半年後には、武漢三鎮を占拠しました。着実に文化の音は高まっていたのです。亡くなる数年前、儒学は自らのこの旅日記の和を文化の水防を捉えた記録として評価しています。天平の昔から日本文化の成果であり続けた和紙が今私たちの目の前で、滅亡しかけている。ならばこの足で歩き、この目で見、その日のうちに駆けずったこの旅日記をユニークな実録として残しておくだけの価値があろうと、儒学は書き残しています。紙すきの実態をつぶさに知った儒学は、神を救う農民の支援者として、社会の激動、経済の、悪化などに直面したとき、失意に押している神すく人々を鼓舞し、励ます文章を幾度となく書いていますが、日本は戦争に敗れ、日本人の心まで変えた。しかし和紙の美しさは昔と少しも変わりはしないと新聞に寄稿した儒学の言葉に、どれほど神すく人々は慰められたことでありましょうか。同時代に発表されたエッセイ神と文化の中には、和紙を日本から解放し世界的視座から神の真髄を追求しようとする深い先見性に満ちた言葉があふれています。引用します。一番大きな夢は世界の和紙を作り上げたい念願である。和紙といえば人はすぐあの構造、三つまた岩皮で作った手すきの神を思うだろう。なるほど、それは最も和紙らしい和紙である。しかし和紙は日本以外の国々で使われる紙に対しての和紙であって、手すきと機械すきの区別をするものではない。機械が手の発展であり延長である以上、いつかは機械が手の役割の大部分を引き受ける時が来るであろう。私はむしろ各種の和紙に現れてきたエトス、すなわち精神性を手であれ機械であれ最も鮮やかに生かす工夫と努力を積むことによって、世界のどこにも比類のない豊かな内容を持つ聖子国にしたいのである。それはやがて文化国として生きる日本の姿とも言えるのではないかと語っています。さて、その一つに杉原神の復興がありますが、儒学は神すく人々に精神的な支柱となっただけではなく、長く耐えていた杉原神を復興させ、地域住民に生活の支援をもたらしたのです。儒学は傍観者でしかない研究者とは一線を画した存在でありました。杉原神復興は経済的な自立でなく研究所の設立まで伴い、和紙復興の理想的な、形態を示唆するところとなったのであります。杉原神の神は12世紀初頭から文献に現れ、平安から鎌倉時代にかけて全国に類似した神が好かれ、良質な神の代名詞とまでなっていました。ところが明治時代に機械式の西洋紙が輸入されると、たちまち杉原神は姿を消してしまいました。調査に入った儒学はまだ生きていた頃の紙式職人宇原弥之助の証言に耳を傾け、一言も聞き漏らすまいと取材をして、その結果、私はかつて、神草を晒していたという谷川に降り立ったとき、こここそ杉原神の産地であるという確信を得たのです。そしてその50年ぶりに、置いた紙すき職人は試作をします。茶碗一杯ぐらいの原料が30枚ぐらいすいたよ。できたときはそれは嬉しいごわしたがなと笑顔を浮かべています。実作と並行して杉原神の研究も着手されていきます。幼少の頃、真新しい杉原神を干す風景をまぶたに焼き付いてくれていた藤田貞夫は、儒学の論考に導かれた杉原神研究に一心を捧げました。研究書、杉原神播磨の神の歴史が出版された時、郷土の近眼で白内障を患っていた、藤田はもうこれで死んでもいいと思ったと述懐しています。やがて綾部市、福井の今館町の協力を得て、72年研究と実践を兼ねた、杉原神研究所が建設されたのであります。そして、神と神を髪の毛をかけている言葉ですが、薄うても杉原神はしわもよらずにシャンとしてござるという紙すき歌も共に蘇ってきました。
杉原神の取材を受けていた儒学はすでに71歳になっていました。年を取ってしまったが気張ってやっております。これから3年ほどかけて、和紙歴史辞典を仕上げます。日本の神が滅びないようお互い力を合わせまればねと、熱のこもった言葉を伝えていました。ただ辞典には着手してかなり準備が進んでいたのですが、ダンテ神曲の翻訳の仕事が介入してきて、辞典は後回しになり、翻訳が終わって、から編纂されることになりました。儒学を理解する上で未完の辞典は重要であります。ブレイクについてモダニスム詩人の、T.S. エリオットは儒学が愛称してやまない詩人であり、とりわけ1922年に発表されました「荒地荒地」は、儒学に深い影響を及ぼし、このように言っています。私自身、ものの見方や考え方も常にこの詩の大きな投影のもとにあったことを強く感じると晩年になって認めています。4月は最も残酷な月であると、季節の遠さから語り始める荒地は現代の黙示録を直接に示唆する詩でもあります。第二次世界大戦後の現在、地球上のあらゆる地域にエリオットの言う荒地化が認められると儒学は危惧していました。儒学の言う荒地化とは、物心の2つにわたり伝統的な文化遺産が破壊され、それに代わる価値ある文化の創造されない状態でありました。すでに述べましたように、儒学夫妻はリサーチを始めた時にです、その調査には明治27年に6万3000件あった紙漉き戸数は、始めた当時はすでに3分の1を終わっていました。つまり、次に危惧したことはですね、能率万能主義と戦後の高度経済成長政策の犠牲になったのが、和紙産業であることを儒学は指摘しています。エリオットの荒地的観点に立てば、精神にも自然にもかつて知らぬほど甚だしい荒地と貧困をもたらしたのがこの政策であると、儒学は政治の一面を厳しく批判しています。和紙産業はこの政策により癒しがたい損傷を被り、生産戸数は800戸を割ろうとしていたのであります。伝統の栄誉に値する和紙の製造は、私の目の黒いうちに滅びてしまうのではないかという焦燥が儒学を襲ってきます。紙漉き場の現地リサーチをした反省から、儒学は和紙辞典を構想したのですが、それは高経済成長という挙動に見せられている人々に対して、何が最も人間的なものかを悟らせ、価値ある伝統の蘇り火を、もいつか来ようという希望に託した事業でもありました。和紙辞典は、儒学が十数年来書き留めてきた、資料を、整理し、技術、歴史、伝承など、和紙について全てを一冊にまとめておきたいと企画したもので、儒学自身の白鳥の歌と並ぶべき仕事でありました。和紙に愛着する私の和紙に関する著述の最後であり、またおそらく私がこの世に残す最後の仕事となろうと、1974年、病室でダンテの新曲を翻訳しながらつぶやいていましたが、儒学の死によって和紙辞典は完成することはありませんでした。項目別に記入された膨大な量のカードが残されていて、そこに刻まれた知見から儒学の和紙に対する深い愛情を感じ取ることができます。芸術家の未完となった遺作が、芸術家自身と全作品をより雄弁に総括しているのと同じように、儒学が編纂しようとした和紙の辞典は未完成であるがゆえに、読者を参画させ、自由に読まれるのを待っているのではないでしょうか。この未完の書は永遠に開かれた作品となり、かつまた儒学の全作品の作品とも読むことができ、和紙の詩と儒学を知る上で最良の文献といずれはなるでしょう。1973年に出版された和紙の旅は、和紙の再評価、租制という課題を後世に突きつけましたが、同時に戦後の社会経済に対する痛烈な告発の書であり、機械文明への警鐘でもあります。和紙は滅びるのか。
儒学によれば和紙は今水美の極みにあり、他の手仕事と同じくその価値に対する正しい認識を持てば和紙の名脈は必ず蘇るのであります。本書にはこうした和紙への祈りが行間に満ちています。産業社会の矛盾を痛烈に批判した詩人ブレイクを愛した英文学者らしく、儒学は反戦反権力の道を歩み続け、まさに反骨の人でありました。ダンテよりはるかに長く世を生きて、我が見る地獄いよいよ有識、晩年の儒学を先導したのはダンテであり、儒学は反俗と孤高に生きた鮮烈な魂を新曲の中に見出していたのであります。儒学の和紙研究の対象を和紙のみに限定していないことは注目に値します。つまり儒学にはどのように生きるかという問題が絶えず念頭にありました。文学、美術、工芸すべてが絡み合って儒学の生活は成り立っており、そうした生活を推進させたのは宗教的真理への探求であります。私の場合、あらゆる情熱、志望、研究が孤立しておらず密接につながり、全人的に私を推進してくれると儒学は告白していますが、逆にこうした人格のあり方こそが和紙、儒学の和紙研究を支えている推進力であったのではないでしょうか。1992年1月16日、儒学文章は91歳の生涯を終えます。儒学の全業績を精査分析して、全体像を把握統合する試みはごく最近始まったばかりであります。今日のシンポジウムはその大きな第一歩となるでしょう。どうもご清聴ありがとうございました。